大阪府豊中市にある坂本整体院です。今日は股関節の老化を止めろということについてお話していきます。で、人っていうのはほとんどの場合股関節から老化していきます。で、老化、股関節が老化していくと様々な体にデメリットがあるんですね。で、股関節の老化っていうとどういったことを思い浮かべますか？大体の人が骨が脆くなって、なんか股関節の動きが悪くなっていってっていうようなことを考えると思いますけど、これはまず違います。骨が脆くなっているから老化していってるってわけじゃないです。じゃあ何かっていうと、これは筋肉なんですね。で、股関節を特に動かす筋肉、腸腰筋って呼ばれる筋肉が老化してしまうことで股関節が老化していくわけです。つまり股関節の老化っていうのは、言い方を変えれば腸腰筋の老化っていうことが言えるわけですね。で、腸腰筋が老化するってなると、筋肉の老化っていうと次は何を思い浮かべるかっていうと、多分筋力不足を思い浮かべると思います。で、筋力不足、確かにまあ老化の一つの原因ではあると思います。筋力不足っていうのも、寝たきりの人とか力入らなくて動けなくなったりするっていう、まあ、筋力不足っていう側面もあるんですけど、これもほとんどの人には当てはまらないです。筋肉って筋力不足になって弱っていく前に、硬くなって動かなくなっていく方が先なんですね。つまり錆びついてしまう方が先なんですよ。で、バネを思い浮かべてほしいんですけど、バネって伸び縮みしてこう力が出るんですね。筋肉っていうのも伸び縮みして力が出るわけなんですよ。バネ錆びついたらどうですか？伸び縮みする力が弱くなるから硬くなってるわけですから、上に上がる力弱くなりますよね。筋肉も一緒なんですね。伸び縮みする力が弱くなっちゃって硬くなってね、まあ、つまり錆びついてる状態ですね。その状態になると力って発揮できなくなるんですよ。で、老化してるって思ってる人の中に股関節の動きも悪くなってるっていう人がいると思います。で、股関節の動き悪くなるっていう時に腸腰筋が硬くなって動きが悪くなるんですけど、これ筋力不足だったとしたら、力は出ないのはともかくとして股関節の動きが悪くなるっていうことはないんですね。だから筋力不足で体が硬くなるっていうことはありえないんですよ。だってこのように別に筋力ない人っていっぱいいると思いますけど、その人ら全員体硬いかって言ったら別にそんなわけないし、筋力すごいある人ってみんな体柔らかいかって言ったらそんなわけでもないわけですよ。そんなの人によるわけですね。その理屈が通るんであれば、男性は絶対女性より全員体柔らかいですし、女性は絶対みんな男性に比べて体硬くないといけないんですけど、結構逆ですよね。女性の方が柔らかい人多いんですよ、男性に比べて。いうふうに筋力不足って別に体の可動域とかですね、股関節の可動域には一切関係しない。で、股関節の動きが悪くなって老化していくっていうのは筋力不足であったとすれば、可動域っていうのは変わらないので、ここも全く関係ないっていうことです。で、股関節についてる腸腰筋っていうのが老化すると何がダメなのかっていうと、この腸腰筋っていうのは基本的に姿勢を支えるような筋肉になります。ここが硬くなって動かなくなる、錆びついたりすると姿勢っていうのがまずキープできなくなるんですね、正しい姿勢が。ってなると、こういうふうに反ったまま固定されたりとか、こういうふうに前かがみのまま固定されたりしてしまいます。そうなると実は腰や首、肩とかにも症状が出てくるんですね、まあ、痛みが出てきやすくなってしまうっていうことが一つ挙げられます。で、股関節が硬くなって動かなくなると、人って歩くとき膝から下でね、前に進もうとするようになります。つまりちょこちょこ歩くですね、まあ、高齢者がやるような歩き方になっていくわけです。股関節を一切動かさない歩き方で、あの歩き方になっていくと、今まで股関節を動かした分を膝で動かすようになるわけですから、実は膝とかにもすごい影響を及ぼして、膝の痛みにもつながっていきます。こういったことから、この腸腰筋ですね、股関節っていうのをしっかりもう一度動かせるようにしていってあげる、股関節の老化を止めてあげるっていうことがすごい健康で過ごす上で大切になるんですね。これは股関節の痛みだけに限らずです。膝とかでもそうです。股関節を動かしていけるようにするっていうことがすごい大切になります。じゃあ股関節を動かせるようにするためにって言った時に、次何考えるかっていうと、ウォーキングとか筋トレだと思います。で、このウォーキング筋トレ、別にダメってわけではないんですけれども、これをやるとき注意点としては、さっき言ったように老人のような歩き方、ちょこちょこ歩きとかですね、あの歩き方でやると結局股関節使わない歩き方になります。でなると膝で歩く歩き方になるんですね。そのウォーキングをすると、膝とか股関節とか他のところに負担をかけて歩いているだけな上に、この肝心な腸腰筋は一切使わないので、ただ自分で自分の体を苦しめてるだけになります。で、トレーニングとかジムとかで鍛えるっていうのもいいんですけれども、ジムで腸腰筋だけ鍛えてるっていう人はいないんですね。まんべんなくいろんなところ鍛えてると思います。他のところ鍛えるのって、まず中心鍛えてからなんですよね。その何か目的があってそこの筋肉を鍛えるっていうなら別ですけど、それ以外の人、健康に過ごしたいから鍛えたいっていう人は、まずこの股関節周りのこの腸腰筋っていうのを鍛えるようにしてほしいんですよ。だから他のところを鍛えるのは、まずその後っていうことですね。ここをしっかり意識してほしいんですよ。じ
じゃあ実際に腸腰筋を使うような生活っていうのはどうすればいいのか、股関節を老化させないようにするにはどうすればいいのかっていうと、これは歩き方を変えてもらう、生活の中で股関節を使うような動き方に変えてもらうっていうことです。特に一番変えやすいのが歩き方なので、ここをしっかり変えてください。でどういう歩き方をすればいいのかっていうと、これは歩幅を広くして歩くっていうことです。歩幅を広くすることによって股関節っていうのは動くようになるんですよ。で股関節が動くことによって腸腰筋っていうのも動くわけです。で錆びついたものって動かしてあげればどんどんね、まあ、手入れをして動かしていってあげれば錆びっていうのは取れて、もう一度同じように伸び縮みするようになるので、そういうふうにして筋肉をもう一度正常な状態に戻していってあげる、この作業をやってほしいんですよ。で そういった腸腰筋を使った正しい歩き方の動画っていうのは最後の方にリンクを載せておきますので、そちらを見てほしいんですけれども、今日は老化現象っていうのは全体で起こるっていうわけではなくて、まず股関節から始まっていくっていうことを覚えておいてください。股関節の腸腰筋っていうのが老化して、そこが動かなくなるせいで他のところの筋肉にどんどん負担がかかっていって、でそこも壊れていってどんどん動けなくなっていくっていうような負のスパイラルになっています。始まりはこの股関節の腸腰筋だっていうことを覚えて、じゃあこの根本原因のここをしっかり動かせるようにしていく、膝の痛みだろうと腰の痛みだろうと、まず股関節を戻していくのが大切、腸腰筋を鍛えていくことが大切だっていうことをしっかり理解してください。ではチャンネル登録もよろしくお願いします。